花尾くんがひな祭りを歌を聴きました。スマホに写ってる絵を見ました。クロおばちゃんも、クロおばちゃん女の子、ひな祭りの歌を聴きましたよ。よかったねー。今日もお天気でそんなに寒くないから、風が治ってきた感じだよね。よかったねー。今日も頑張ろうね。今日もゆっくり。そうか、今日にゃんこ学校の日じゃなかったのかな、かなおくん。にゃんこ学校の先生に電話して聞いてみようね。行かなくちゃ。